どうも影やんです。今日は2021年3月18日、木曜日ということで、ちょっとやっぱ朝はちょっと肌寒い感じはまだまだありますね。3月18日、まだまだ寒い感じはあります。今日は木曜日ということなんですが、僕は、定休日、お休みなんでですね、何かこうしようかなとは思ってます。今のところ予定はありません。今から決めますということですね。このキャベツなんですけども、まだ刈り取ってないんですが、そろそろもう刈り取ると、これ刈り取る言って全然刈り取ってないんですけども、まあこの近々刈り取るつもりです。以上です。